浜田です。本日は噂投手とか山川選手とかいろんなニュースを取り上げていこうと思います。先日赤みそさんとコラボをした動画を出したので、ニュースについてはね、そこからいくつかアップデートありましたので、今日の動画でお話していきたいと思います。で、赤みそさんとの動画もし見てない方がいらっしゃったら、ぜひともね見ていただけたらなというふうに思います。本日のアジェンダは概要欄に貼っておきますので、気になるニュースがありましたらそこから飛んでください。それでは本日も語っていく。まずは加藤4年12億円でございます。ファイターズ残留が決定した加藤投手でございますが、契約は4年総額12億ということでございます。まあ予想通りの金額ではあるんですけれども、まあ、それにしてもファイターズ FA になってもね、なかなか金額高いの出さなかった球団ではございますので、エスコンになって球団の体制変わってきたのかなというふうに改めて思わせてくれました。まあこれは安心しますね。もちろんね、 FA 宣言したらこれ以上多分5年25億とか30億とかそういう話になったかもしれないんですけど、加藤選手の中でね、ファイターズでプレーすることを一番に置いてくれて、球団もそれに概ね応えたということで、ファイターズファンにとっては今オフ一番のいいニュースかなっていうふうに思います。もうあとはね、補強していくだけ。台湾でも助っ人でも戦力外でも FA でも一人でも多くファイターズに入ってくれたら嬉しいなというふうに思います。楽しみですね。お次、玉井結婚、妻を V 旅行へ。私と同い年の玉井投手でございますが、この度結婚されたということでございます。おめでとうございます。お相手はね、美人な方ということで、もう実績も安心感もあるチームを支えてきた玉井投手ですから、家庭も抜群の安心感で支えてくれることでしょう。まあ、やっぱこの年齢帯は結婚もね、多くなってきますよね。私も結婚式が来年すでに数件入っております。そんな玉井投手ですが、次の目標は奥さんを旅行に、優勝旅行に連れてってあげることということでございますので、来年も50試合登板バシッと決めていただいて、幾度のピンチをピンチリリバーとして大活躍して、ファイターズを優勝に導いてほしいところでございます。玉井投手ね、指標的には今年若干運が悪かった、そういう指標でございまして、チーム内でも結構数字自体は悪くないんですよね。印象としてはね、大事なところで打たれるなとか、ちょっと今年数字が悪いなっていう感じだったと思うんですけど、来年はしっかり数字を戻して守る存在ができたことで、よりいいピッチングをしてくれるものと思います。同い年だけに頑張ってほしいなっていうふうに思いますね。お次、ボーロン退団、次は母国で。ワンボーロン選手ですね、来年残留かなと思われていたんですけれども、チームと話し合って退団を決意したということをインスタグラムに投稿しておりました。5年間通算270試合2割3分5厘15本塁打でございます。まあボーロンもね、苦しいシーズン主力になってくれたりとか、可能性を感じるバッティング内容もあったりしたんですけど、どうしてもね数字がついてこず退団という運びとなりました。今年もね上がってきて結果を出して、そういったこともあったんですけど、まあトータルで見たらやっぱ難しかったですね。守備が上手いわけでもないし、すごい足が速いわけでもないし、かといって DH 枠使えるほど打ってもないしっていう壁はあったかなっていうふうに思います。ボーロンの場合はね、元球団がドラフト権と引き換えにボーロンとの交渉権を他球団に譲っているので、まあ母国に戻るような話がなんとなくついてるのかなっていうふうに思いますね。どういった形であれね、まだ年齢も若いので、次のキャリアしっかりと結果を残して、より良い人生になってくれたらいいなというふうに思います。どこかでまたファイターズとつながりができたら、それはとても嬉しいなっていうふうに思いますね。お次、細野一点完璧な投球。ファイターズドラフト1位細野選手、先日ね2回で降板するっていう残念なピッチングだったんですけれども、翌日登板しまして、9回まで1安打無失点、10回タイブレイクで2安打を許し2失点してしまいましたが、十分ね雪辱を果たせたんじゃないかなというふうに思います。で、まあ四死球が多いのが彼らしいところといいますか、最後までらしいピッチングだったかなと思うんですけれども、ファイターズはそれこそ新庄監督が四球を減らしていこうっていう、そういう方針で投手陣煽っているので、例えば上原投手とかかなりストライク先行のピッチングになりましたし、まあ、同じように大型左腕の細野投手もね、四球が減ってくるのかなっていう風に思ったりするし、まあ逆に1年目とかはね、四球バンバン出しても自分らしいピッチングをしていくっていうのが大事かもしれないですけど、どんな投手になるか3年後5年後とっても楽しみだなっていう風に思いますね。15勝するエースにも、圧倒的な守護神にもなれる投手かなっていう風に思います。お次、オスナ4年40億モイネロ先発転向。オスナ投手ね、ホークスを出たいという風に
ってたような感じがするんですけど、蓋を開けてみればホークスがお金出しましたね。まあ円安なんで円換算して見栄えがいいっていうのはあるんですけど、4年40億以上ということですね。もう守護神に年10億円単位で出せるっていうのはすごいですね。なんか日本のプロ野球もどんどんインフレしてきてるというか、昔は5億ですげーってなってたんだけど10億とか言い出しましたね。まあ円安が進んだってことかな。でこのオスナー残留、まあまだ確定ではないんですけど、ほぼ決定かなっていう中でモイネロがね先発転向するんじゃないかと言われています。やっぱりこう球速いピッチャーですし、先発転向が決まれば西武の平投手みたいによりチームに対する貢献度も上がってくるので、ホークス貴重なエースピッチャーになる可能性がありますね。ただ一方、私個人的にはモイネロは1イニングだからこそ輝くピッチャーなんじゃないかなってちょっと思っていて、わかんないですけど、そんなにいろんな球種で翻弄するタイプではないだけに、平投手みたいに器用に先発でもっていう、そういう成功の仕方はしないような感じが個人的にはしてますね。まあでも全然わかんないんで、ファイターズ戦好投してほしくないけど、一プロ野球ファンとしては楽しみだなというふうに思います。お次、中田翔オプトアウト行使、巨人の中田翔選手ですね、 FA 権行使するのか否かと言われておりましたが、 FA 権は行使せず、巨人との3年目の契約をオプトアウトによる破棄、つまり中田さん側から契約を切って自由契約になったというニュースがありました。まあ巨人だとね、出番なくて、あったとしてもファースト2番手兼代打みたいなポジションなんで、翔さん自身もねお金もらうよりもより多く試合に出たいっていう思いがあったでしょうし、巨人側も正直ね3億かな、スタメンにならないような選手に払いたくなかったと思うんですよね。で翔さんを獲得できる球団としても FA じゃないんで人的保証もないし、年俸も安く済ませられるというところで、まあいろんな利害関係が一致する結果になるんじゃないかなっていうふうに思います。多分 FA 権行使してもね取る球団なかったと思うんだよね。でトレードもどうですかね、年俸高いんで難しかったんじゃないかなと思うんで、まあそういう意味ではこの契約破棄っていうのはね、結果的に巨人にとってもねプラスになるんじゃないかなっていうふうに思いますね。もちろんね FA 権行使して人的取れればいいんですけど、そこまで綺麗にいかなそうな気もするんでね。で中日なんじゃないかなというふうに言われてますね。お次、折西川ほぼ確定、これが一番やばい。まあね、いろんな騒がれ方しております。中日が中田を取る、自由契約の選手を4人取ると、 DeNA ヤクルトも取ると、でホークスが10億年単位で積むとか、サチアも取るとか、いろいろ言われてますけど、オリックスに西川が入るのが一番やばいかもしれない。今年のオリックスって、まあ、ピッチャーのチームだったんで、ストロングポイントね、先発も中継ぎもすごいというのはもちろんなんですけど、やっぱりこう1000球の野手が少なかったんですよね。まあみんなレベルは高いんですけど、こう主砲級の活躍をする選手が、まあ、森友哉選手一人だったかなと思うんですよ。まああとは優秀なバッターが揃ってるって感じで、まあ野手の成績はそんなにパリーグ内でも高くはなかったんですけれども、だからこそクリーンアップ張れる安定したバッターが一人いたらね、オリックスさらに強くなっちゃうんですよ。ピンズドだよね、西川くん。カープでずっと3割前後を記録して、もう好打者ですよ。で西川選手自身も勝てるチームに行きたいし、新しい環境パリーグっていうところで勝負することにもモチベーションを燃やしてるし、しかも地元の関西だし、双方ウィンウィンですね。はい、お金も出しますから、オリックスが大補強されてしまうというのは止められない感じがしますね。なんかオスナと山川でスラッと流れてますけど、この西川くん獲得が一番やばい気がしますね。お次、山川今しめのため FA 権を行使、西武ライオンズの山川選手が FA 権を行使するということが発表されました。まあこれ自体はね正直するだろうなっていう感じなんですけど、この FA 行使に際して球団からコメントを出したんですよね。でこのコメントがねかなり悪臭と言いますか、出さん方が良かったなっていう内容なんですけれども、まあまずはね、申し訳ございませんでしたみたいなこととか、 FA しますとか、ああいうことがあったんで野球やめようと思ってましたっていうのが書かれていて、でライオンズで頑張ることがみんなに対する誠意だよねと書いた後で、同時に FA 宣言が持つ選手の権利として定められた制度という理解を超え、これまで聞くことがなかった声をお聞かせいただくことで自分自身を戒めることとなるのではないかとも考えましたという、はい、この文章から FA 宣言する理由がずらーっと書かれるんですけど、頭に入ってこないですね。まあその私個人的には、一回何かをやらかしてしまった人間って、特に日本では更生しようとしてもね叩かれちゃうことが多いので、まあこれ被害者がいることなんでそんなかばえないんですけど、でもそういう人がまた結果を残して社会に戻ってこれるようなね、そんな日本であってほしいなっていうふうに願ってはいるので、個人的には頑張ってほしい選手なんですけれども、ただこの記事をもし私がね西武ファンで読んでたとしたら、もうなんかなんだこいつだと、なんか言い訳がましいぐちゃ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 言ってるけど結局
FA していい条件で他球団行きたいんだろうっていう、そういうふうに思っちゃいますよね。まあ私はね、ファイターズファンなんで文章よくわかんないなぐらいで済んでるけどね。でまあ多分これね、ホークス行くんすよ。4年20億かなんか出すんで、まあ元々よりも数字下がってますけど、ライオンズでね、謹慎期間まだ開けてないというところで、ライオンズ球団としても正直出てってほしい感があるような提示をしているので、まあ、出ていくと思うんですけど、このコメントはもう出さなかった方が良かったかもしれないですね。 FA 決行使してもう特に説明とかなくで、はい、移籍した方が良かったんじゃないかなっていう風に思っちゃうような文章だったかなって思います。なんかある意味球団側からね、この文章に対するレビューというか QC は入ってだと思うんですよね。でも多分あえてこのまま出したのかなっていう風に思うような表現自体も拙なかったりするところもあるし、まあ、あんまりこうお仕事されてる人が書いた文章ではないような気がしてますね。っていうところからも球団の姿勢というか、山川選手に対する感覚、温度感っていうのが見えるような気がしてますね。お次、噂はマイナーでも、噂は投手ですね。ポスティングでメジャー目指しますということで、球団も了承してメジャー移籍を目論んでいるところでございますが、ちょっとね、余計な一言を言ってしまったというところでございます。まあ、具体的にはマイナー契約でも行きますと言ってしまったんですね。で、私ね、この姿勢自体はいいというか、そうあるべきだと思うんですよ。もちろんね、メジャー契約じゃないと球団に入るお金少ないよ。でもこんな成績でもメジャーに挑戦したいんだと、まあ、それが夢なんだと。で、年齢も年齢だからもうどうしてもチャンスで行きたいんです、皆さんごめんなさいってやって行くんで、もうマイナーでも行ってこう 2,3 年では帰ってくんなよと、筒香選手みたいにずっと結果出すためにメジャーで頑張り続けてほしいな、マイナーで頑張り続けてほしいなと思っていたので、その姿勢自体は第三です。ただね、これを言ってしまうと、もともとティアも高くない、優先順位低い選手ではあると思うんですよ、メジャーからしたらね。とするとメジャー契約考えていた球団がもしあったとしても、まあ、マイナーでも取れるならじゃあマイナーで契約するよとなってしまいますよね。当然交渉ごとで自分から下手に出てしまうと買い叩かれてしまう、足元を見られてしまうんで、自分の根を自ら下げてしまったような、そんな一言だったかなというふうに思います。まあただマイナーでも頑張るということなので、もう本当に2年3年で戻ってきてホークスとかオリックスとか、そういうことだけにはなんないようにしてほしいなって思うし、そうなった時は容赦なくファンみんな批判するやろうしね、私も多分批判しちゃうし、だからこそ頑張ってほしいなっていうふうに思います。と長くなってしまいましたが、以上でございます。気になるニュースがございましたらぜひともコメントしてください。今後ファイターズに関する動画をしていきますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。ではまた。